ポーターやってください。こんにちは、三浦春馬です。鈴木仁です。はい、今僕たちは今年4月にオープンした、はい、ザ・ロフトに来ています。仁くん、はい、これ何があるんだっけ。実はここには、はい、謎文房具、謎文房具、そして謎フードと謎の宝庫らしいんですよ。すごいね、今かつてそんな謎の宝庫のロフトなんて僕は来たことがないんですけども。今年4月に食と雑貨のフロアを増設しリニューアルオープンした銀座ロフト。さらにロフト初となるカフェをオープン。今注目のスポットです。そんな銀座ロフトの商品数は美容グッズ、健康雑貨、文房具などなんとおよそ7万点。その中に今大注目の謎グッズがたくさんあるんです。今回その謎に迫るのは事務所の先輩後輩でもある三浦春馬さんと鈴木仁さん。鈴木仁さんはドラマやメンズノンノの専属モデルなどで活躍する今注目の若手俳優の一人。バッチリのオープニングトークありがとうございました。え、お二人ともリポーターの経験って結構あるんですか。いや、ないです。え、ないです。リポーターの経験ないよね。はい、その割にすごく上手でしたね。なんか、あ、本当ですか。はい、面白くて。いやいやいや、おこがましいですよ、そんなことない。ありがとうございます。早速行きましょうか。はい、わかりました。走っていきます。走っていきましょう。はい、あちらです。はい、ゴー、走っていきましょう。ということで銀座ロフトの今すぐにでも買いに行きたくなる7つの謎グッズを調査してもらいます。まず最初の謎グッズを求めてやってきたのはロフト初のカフェや食と雑貨をテーマにした商品が並ぶカフェ&フードフロア。ここには銀座ロフト売上トップ3に入る大人気の謎グッズがあるんです。いや、1階から見晴らしがいいというか広々とした空間ですね。何か気になるものがあったら手に取ってみたり。でも人気商品ってことは結構メインなところにあるってことですよね、多分。あ、そういう考え方ですね。見て、いや、謎じゃないですこれ。三浦さん、早速何かを発見。あ、それは何ですかね。こんなピンクなフランスパンみたいなの見たことないぞ。謎じゃない？ストロベリー。ほら、ふって書いてあるじゃん。ふがし。ピンク色をしたふがし。これが大人気の謎グッズなのか。こちらが謎の商品ですか。こちらではないんですよ。ヒントはですね、うん、お米系です。お米系。お米じゃん。結構大ヒントきましたね。ヒントはお米。先輩の三浦さん、探し出せるんでしょうか。これさ、発見するまでに割と時間かかるから、はい、俺らスピーディーにやった方がいい。結構そうですね。なんでこれ2人で一緒に行動してんのって話なの。もう1人ずつ探してよみたいなことの方が。あ、でもここら辺で、あ、お米、あ、あった、お米見つけました。でかした。果たして謎のお米とは何が謎。パッケージが謎っぽくない。そうですね。これはまあ謎というかお餅だって。玄米、玄米のお餅って聞いたことある。知らないです。食べたことないです。ちょっとここじゃないんですよね、実は。なんだよ。めげずに頑張ってください。もう逆に見つからないですから。え、握らずにできる携帯おにぎり。正解です。正解、これが正解。だってこれただのふりかけにしか見えなかったもんね。俺もふりかけだと思ってました。だよね。お二人がふりかけに見間違えたこちらの謎フード携帯おにぎり、銀座ロフトの中でなんとトップ3に入るほどの売り上げを誇る大ヒット人気商品。人気の謎とは一体。まずですね、上のパッケージを破っていくわけです。その後ですね、はい、こちらのシールを剥がしていただきます、はい、うわー、お米ちゃんと入ってるよ。入ってる。そしてもうあとは入れるだけだと。そうでございます。なんて簡単なのかしら。この線のところまで入れていただく。あとはお湯を赤い線まで注ぎ振るだけ。新体験。いや、こんな初めてです。いや、でもこれ会社に持ってったりとかさ、学校に持ってったら
え、ジンくん何やってんのってなる。めっちゃいいですね。でこれで、15分間ですね、はい、はい、寝かせておきます、うん、はい、愛情注いだ、はい、おにぎり開けてみましょう。いっちゃいますね。すごいなこれ。一切手を汚さずにおにぎりが食べれちゃうっていう、はい、どうなったのよね日本。携帯おにぎりの味、はい、しっかりリポートしてくださいね。うん、握りたてのおにぎりが手軽に食べれるなんて夢にも思ってないよね。そうですね、やっぱ家で握ってきちゃうと冷めちゃいますもんね。そうだよ。でもなんかこのおにぎり鮮度が高く感じる、うん、どうやってこれが謎ですね。確かになぜお湯を入れるだけで作りたてのようなふっくらしたおにぎりができるんでしょうか。アルファ米というお米を使ってまして、うん、一度、炊いたお米を再度乾燥させまして、うん、水分を取ったので、まあ、お湯を入れるだけで簡単にできるという商品になってます。長期保存ができますので非常食として買われている方もいらっしゃいます。進むもんね。どうですか、大きいんだもんね。早い。旅行や保存食にもおすすめの謎フード携帯おにぎりでした。銀座ロフト7つの謎グッズ、2つ目は美容アイテムや健康雑貨が集まるフロアのある商品。今年発売され瞬く間に大ヒット。しかもこれからの季節にぴったりだという謎グッズを調査していただきます。このマネキンが何か被ってるじゃないですか、はい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 、これなんですけど何か分かります？ UV カット付きの何かです。あ、え、ちょっと見つけちゃったんですけど、うん、濡らすとさらに涼しい。お、さすが。そうなんですよ、暑さ対策にもなるってことですよね。そうだね、これからの季節いいよね、うん、フード付きの冷感タオル、ここ1ヶ月ロフト全店で3000枚を売り上げた人気商品にどんな謎が。こういった季節ってどんどん使ってるとぬるくなってくるじゃないですか、うん、はい、あることをすると何かが起こるんですよ。何？わかります？いや、わからないですよ。あることをすると何かが起こる。何かが起こる、はい。それが謎なの？はい。振り回したりするとまた涼しくなる。うん、では鈴木さんに実際に振ってリポートしてもらいましょう。あんまり。なんか迷惑な子がいるとか。すごい迷惑な方がいる。ちょっと遠くで振り回してって他のお客様にあの迷惑にならないように。してんのあの子。これやばいですよね。これでももう結構振り回したよ。冷たくなった？なった。そんなに？わぁ当たった。当たりました。そうなんですよ、振ると冷たくなるんです。またでも予想を優に超えての冷たさがまた戻ってきたよ。しっかり冷たいです。水に濡らして振ると冷たくなる謎のフード付きタオル、その秘密は。振ることによってタオル内の水分が循環して同時に蒸発してくれて、その関係で振ると冷たくなる。へー、さすがだよ、当たったじゃん。ちょっと店の中でも振り回すのちょっと恥ずかしかったですけどね。では実際にフードをかぶってリポートしてください。あ、涼しいです、心なしか。お二人やっぱ何着ても似合いますね。本当ですか、はい、ありがとうございます。様になってます。残る謎グッズは5つ、一体どんな謎が隠されているのか。